そしてセルフィッシュの笹井です。桑原です。お願いします。はい、本日はお二人キャッチャーなんですけれども、練習会参加していただいて、肩も強くて、で本職じゃないにしても、まあさっき見たらスローイングエグかったんで、僕結構スローイングに難点がある。この前ちょっと大井さんに自分のチーム来てもらって、で大井さんに聞いたんですけど、ちょっと肩が入りすぎちゃう癖、ここがワンテンポあるので、スローイングが結構遅れちゃうところがあって、肩スローイングに自信があるお二人にちょっと見てもらいながらとかやってもらいながら、僕が教わりたいなという企画になります。で、お互いなんかちょっと気をつけてることとかあれば、僕は取ってから耳元にミットを弾くイメージっていうのを気をつけてて、ただその時に僕の場合は一緒に入りすぎちゃう。そこが難点で直さなきゃいけないところではあるんですけど、お二人なんか気をつけてることとかあれば。そうですね、今みたいなのは自分は全然意識してなくて、自分その肩強い方じゃないので、はい、コントロールと取ってからの速さだけ意識してますね。もともと内野手なので、握り替えとあとコントロールだけいけばさせるから、あとピッチャーに頑張っていただいて、クイクイで。そうですね。なるほど。はい。福原君は。自分はやっぱさっきもあったんですけど、ここの動きを結構意識してて、この握り替えを早くする。返して、ここで返してあげるイメージで投げてます。お互いみんな気をつけてる点とかあるので、僕のレベルアップのためにお二人教えてもらいます。それではやってまいります。はい。よし。はい、それではまずちょっと僕がからやっていこうかなと思います。その都度もし気づいたことがあったら、はい、言ってもらえればなと。で、僕の課題は取った後に入りすぎちゃうっていうのが課題なので、まあ、自分で気をつけてやっていければなと思うんですけども、癖づいちゃってるので、まあ、どんどん言ってもらってやっていきます。やべ、入りすぎてました。これ多分意識しすぎてそんなに入ってるわけじゃないですけど、足がおろそかにだいぶなので、多分球が伸びないです。ワンバーの条件は取ってからの速さだと思います。なんかワンテンポ多いです。今ワンテンポ多いですけども、それも大井さんに言われてるんですよ。なんか用意しようって担いじゃったに見えます。はい、なるほどなるほど。だいぶ忘れちゃった。動きはスムーズになる。最初言った時よりかはずいぶん難しいです。ちょっとわさびっていうだけ。やばい、カメラ。ファインプレー、ファインプレー。今の方が体重移動しっかりできてる。そうなんですよ。僕。前ちょっと座ったままとステップしたので測ったらタイム変わんなかったんですよ。で、肩にいかに負担をかけるかで、あんま変わんないんで座ったままでいいんじゃないかっていう。じゃあちょっと体も持たないんでラストやってて、あとはちょっと2人の見て学ぼうかなと思います。もう一個最後のが多分一番綺麗だったということなので、まあそれをちょっと逆に自分で動画見ながらそれを続けられるように、今の感覚を忘れないようにやっていこうと思います。で、ちょっとあとはお二人の僕が見て学習していきたいなと思います。あ、ごめんごめんごめん。いや、でもやっぱり低いボールっていうのを多分意識されてるから、ワンバンでいく感じですね。上は絶対ダメなんで、できればピッチャーの頭の高さにそのままいきたいです。はい、理想は胸で持ってくるイメージで。はい、そうですね。多分真ん中に戻ってくるっていうのが一番体幹も軸があるんで、はい、取ってても絶対こっちに来るし、こっちでもずっと入るわけなので、その時もこうやって持ってった方が胸闘争が速くて力が出るかなっていうイメージではいいです。いや、僕自身が耳元に弾くイメージでずっとやってたので、はい、そこは全然違うなと。まあ、耳元に弾くから逆に担いじゃうのかなっていうのも、まあ、発見にはなったので。そうですね。あとはまあ投げ方の自分のバランスに合ってる人とかもいると思うんで、ここからこう来る人が合う人もいれば、はい、こうがあんまり合わないんで、はい、ここ通して持ってきてるっていうのがありますね。なるほど、ちょっと試してみようかなと思います。ちょっとまた何球かお願いします。うわ、えぐい。垂れた。いや、でもあそこに決まってれば。そうなんですよね。肩強くないんで、はい、コントロールだけがそんなにベースからは離れてないと思うんですけど、はいはいはい、うわー、ドンピシャ。はい、それでは次は、桑原君、はい、僕のチームメイトです。入ってきた瞬間、なんだこの肩はと思います。尊敬してるぐらいのキャッチャーなんで、本当にすごいなと思うので、スローイングとかやっぱり一番の魅力と思ってる選手なので、まずは見ていって、その後いろいろ聞いていこうと思います。お願いします。お願いします。めっちゃいいボールだけやばい。いやこれピッチャーだったらめっちゃいい球だけじゃない。確かに。だから肩の強さも出てくると思うんだけど、はい、他で気をつけてることとかがあれば。ランナーのリードはすごいよく見てます、ね。ああ、一歩大きくなったなとか、半分大きくなったって時はちょっとコース外して、自分が投げやすいところにまあピッチャーとの共同作業を1個増やしていくっていう。うね、はい、なるほどなるほど。スローイングの際に気をつけてることとかっては、まずは高さはすごい気をつけてます。もう高めに行っちゃったら、2から3に行っちゃうので、もう。なるべく自分は低く低くっていう。あ、なるほどなるほど。で、あとはボールを投げるときにこうじゃなくて人差し指をこっちに握りつぶすような。ああ、抜けないようにっていうような。ボールをこうやって潰しますね。ああ、潰すとボールがすごい回転がかかるので伸びた球がいく要因なのかなって。じゃあちょっともうちょっとやってもらって、はい、そのスローイングを見せてください、はい、お願いします。あー、ごめん。じゃあラストで。はい。あ、いい。うん、綺麗。あれ、はい、やってまいりましたけれども、僕まだやっぱりぎこちないというか無駄な動きが多いので、まあやっぱ大井さんに指摘された点を指摘していただいたので、そこはまあ意識して、逆に今 YouTube やってるって特権ではあるので自分の動画見れるっていう。なので逆にキャッチャーの皆さんでなかなかさせないなっていう方がいたら、誰かに動画撮ってもらって見てみるのもありなのかなと。僕もともとは入った時は刺してたんですけど、どんどんなんか刺せなくなってってで、それがやっぱりフォームの違いだったことに気がついたんですよ。でそれも気づけたのもやっぱ動画なので、まあ、そこは誰かに回してもらって見るのもありかもしれないです。で僕はこれで、まあ、見てわかるのでどんどん直していこうかなと思います。でお二人にもいろいろちょっとアドバイスいただいてありがとうございます。いい、ありがとうございます。皆さんもぜひ参考にしてみてください、はい、本日はキャッチャースローをお二人に教えていただきました、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、はい、ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あと、ちょっと、頑張っていきますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあ、さらっとだってよみんな、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹もう右手握力なくなるぐらいしびれちゃったんでまあそういう下手なだけ痛いもん痛いですね。高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ衝撃球種。僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、タクバットだったりフード練習で使ってたんですけれども、親指につけてやると衝撃が少しは吸収されるという。マジでプロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういった竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんですでもね、金額じゃないから、まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じでいや、良平の家にあるグローブでいいあ、そうっすね。なんか一個ぐらいぶつかる。自分でかい方だと思うんだよね。でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ何かっていうのはまだ発表してないですけど。はい。どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタのこれ上げるので、インスタの投稿ねにこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうですね、発表ね、当選者この方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい。